はじめまして、ゼンタです。ご視聴ありがとうございます。この動画はチャンネル紹介動画です。まず簡単な自己紹介と、このチャンネルで何をするのか、何を見ることができるのかをご紹介します。では、行ってみましょう。皆さん、タヒチの正確な場所って分かりますか？ざっくり言うと、ハワイの下です。もともと東京出身ですと言えば聞こえはいいんですが、郊外の町田市出身です。で、会社は都心赤坂にあるテレビ局の子会社で働いていました。テレビの仕事は面白かったです。いろんな地方に行ったり、有名人にお会いしたり。ただ通勤が大変でした。で、その時によくなんか南の島に行きたいなと思ってたんですよ。青い海があって、青い空があって、ビーチにヤシの木陰があって、ハンモックがあって、そんなところでビールを飲みながら過ごしたいなとよく妄想していたんですが、ある時気づきました。そうだ、行けばいいじゃん。で、タヒチに来たのが2001年のことになります。タヒチでは現地で一番大きい旅行会社でツアーガイド兼ツアーオペレーターをしていますが、コロナ禍で全く仕事がなくなりました。観光客が全く来ないので旅行会社も仕事がない。で、私自身は2020年の4月からずっと職務停止状態です。現在は政府から毎月給付金をいただいて生活をしています。で、タヒチでもワクチン接種は始まっていますので、今後、また国境を開けて観光客を受け入れて、で、仕事に復帰できるのを待っているという状態です。さて、このチャンネルではタヒチに住んでいる日本人の私が Vlog 形式で皆様に映像をお伝えします。一番の目的は景色をお届けすること。というのは、私カメラが好きで写真をよく撮るんですけれども、これを日本に住んでいる両親や友人に送ったところ、日本でも今なかなか旅行ができないので、こういった綺麗な景色は癒される、もっと送ってほしいっていうリクエストがあって、だったら Vlog にして YouTube に公開しようかなというふうに思った次第です。景色がメインなんですけれども、タヒチの生活だとか街の様子だとか、そういったところも見せていければいいなと思っています。 Vlog だけではなくて、過去に撮った写真も公開していきたいと思っています。タヒチには118島があります。結構いろんなところに行ってるので、そこで撮った写真だとか、それからイースター島、イースター島でもガイドをします。もう10回12回くらい行っていますので、イースター島の写真、それから2017年末にアフリカのケニアに遊びに行きました。結構動物の写真も撮っていますので、そういった写真も順次アップしていきたいと思います。例えばこんな感じ、これはライアテア島の朝焼けです。こんな感じの写真がたくさんありますので、折を見て皆様に見ていただきたいというふうに思っています。ということで、今後カメラを持っていろんな場所に行きます。景色だけではなくて、街の中の様子とか、タヒチアンダンス、遺跡なんかも紹介できればいいなと思っています。よければチャンネル登録していただいて、今後アップされる動画にご期待いただければ嬉しいです。ではご覧いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。